こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は、インボイス制度がスタートしたことにより各金融機関の振込手数料の取り扱いがややこしすぎるということで動画で解説していこうと思います。各金融機関の振込手数料、支払い方法によってインボイスが必要であったり、またインボイスが不要だったりとパターンが分かれますので、その点について動画で一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しています。ぜひ一度概要欄の方チェックの方よろしくお願いします。では早速本日の動画行ってみましょう。はい、本日の動画はインボイス制度、銀行の手数料がややこしすぎるということで一緒に学んでいきましょう。本日の内容です。銀行の振込手数料、支払い方法によってインボイスが必要か必要でないかが変わってきます。まず復習としてですね、適格請求書の要件について簡単に振り返ります。それから窓口で払った場合、次に ATM で払った場合、ネットバンキングを使用した場合、この3つのパターンで分けて解説していきます。そして最後、少し番外編になるんですけど、売上が振り込まれる時に振込手数料が引かれた場合にはどうすればインボイスすればいいのという疑問を持っている方多いと思いますので、こちらも合わせて一緒に解説をしたいと思います。そして最後まとめとなります。本日このような流れで動画進んでいきますので、ぜひ最後まで見てしっかりと一緒に勉強してインボイス制度をマスターしましょう。それではまず適格請求書の要件について振り返りましょう。もう皆さんここはね、押さえておいてもバッチリだって方もいるかと思いますけど、本日の動画の内容に関係してくることなのでおさらいをしておきましょう。10月の1日からインボイス制度がスタートしてですね、こういった請求書、条件6つをクリアした請求書、領収書を発行しないとですね、インボイス対応した請求書、領収書とは言えないですよというようにルールが変更になりました。どういった要件があるのかはこちらピンクの枠のところに記載ありますので、1番から6番しっかりとおさらいをして、こういった左側にあるサンプル、国税庁の方からね出ておりますので、こちらのサンプルのように要件をクリアする請求書を発行できるように準備しっかりとしておきましょう。では本日の動画で関係してくる次のポイントについてスライド一緒に見ていきましょう。こちらのスライドになります。適格請求書の免除について、交付義務免除がある取引があります。そちらの交付が免除になる取引、どういった場合か1から5番まであります。今回の動画の内容で関係してくるのはこちらの4番の箇所になります。この4番の箇所を後々また関係してくるのでしっかり押さえておいてください。4番どういった内容かと言いますと、自動販売機、自動サービス機に行われる課税資産の譲渡等についてはですね、交付義務が免除されますよということになります。つまりインボイスの交付義務は免除となりますということになりますので、しっかり押さえておいてください。そして1点注意点あります。3万円未満のものに限りますので、ここしっかりと押さえて次の方進んでいきたいと思います。この1から5番に該当する取引はですね、インボイスなしでも仕入れ税額控除が可能 OK ですよという意味になりますので、この点もしっかりと押さえて次のスライド進んでいきましょう。実際に本日のメインである振込手数料、銀行に行った時のいろんなね手数料がかかるケースがあると思うんですけど、そのリアルな事務作業についてパターン別に解説をしていきます。この後の動画なんですけど、簡易課税制度や2割特例を使う方はですね、そもそも仕入れ税額控除するためのインボイスの保存は不要となっておりますので、こういった作業はしなくてもいいんですけど、もしかしたら自分がゆくゆくは原則課税の選択をすることになるかもしれない、知っておいてね損はない内容になりますので、押さえておいていいんじゃないかなと思います。もしですね、この動画を見ていて、この計算方法、2割特例って何だろう、簡易課税って何だろうという方はですね、過去に消費税に関する動画作成しておりますので、そちらの方をねチェックしてみていただければ理解できるんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらの動画参考にしてください。はい、銀行窓口に行って手数料を払った場合、こちらどういう風になるかというと、インボイスの保存が必要になります。窓口でインボイス対応した領収書等がもらえますので、ご安心ください。ですのでそこまでね難しいことではないと思います。窓口に行って手数料を支払った場合には、窓口でインボイス対応の書類がもらえるということになります。こちらの保存をしておけばクリアってことですね。そして皆さん手数料というとですね、一番イメージするのは振込手数料だと思うんですけど、銀行に行くとですね、いろいろな手数料というものがあります。例えば両替手数
数料、両替をするとですね、手数料が今かかる時代となっております。その手数料やまた残高証明書を出してほしいとお願いした時にも手数料がかかりますよね。今解説した言ったもの、またこの後のスライドもですね、こういった手数料すべてトータルで含めた話になるので、そちらの方しっかりと頭に置いて、これ以降のスライドもご覧になってください。では次に ATM を使って振込手数料を支払った場合、どういった対応になるのかを見ていきましょう。ATM を使った場合はですね、実はインボイスの交付義務が免除になります。これどうしてかと言いますと、先ほど一緒にスライドで見たと思います、自動販売機特例というものが使えるからです。もう一回スライド戻りますね。先ほど紹介した交付義務の免除のこの4番のところが該当します。 ATM はですね、この自動販売機、自動サービス機に該当するということです。では先ほどのスライドに戻ります。はい、今ねスライドで戻ってみてきたように、この自動販売機特例に ATM の場合は該当します。ここ注意です、金額に制限ありますのでしっかりと押さえておいてください。3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等の場合はですね、インボイスなしで仕入れ税額することが可能ですよ。インボイスの交付義務が免除されます。ですので ATM の場合はですね、そこまで気にしなくても大丈夫ということになります。ただしちょっと注意点があります。帳簿に ATM の設置場所を記載してくださいというルールに今のところなっております。これ何をメモしないといけないのかなと言いますと、帳簿のところにメモ欄、また適用欄にですね、この使った ATM の銀行名と何々支店というのを記載しておいてくださいねというルールになっております。個人的にですね、この記載ルールどうなのかなと思うところなんですが、今のところルールはルール、決まりは決まりですので、まあ、国税庁がこのようにおっしゃっているので、まあ、私たちはその通りにするしかないということになりますので、ここ1点注意点ということで赤字で表示させていただきました。 ATM の場合はインボイス交付義務免除になりますので、ここしっかりと覚えておきましょう。では次に、皆さんよく最近使ってるであろうネットバンキングはどうなのか、次のスライドで解説をします。ネットバンキングの場合です。便利ですからね、皆さん今ネットバンキング利用してるって方多いんじゃないでしょうか。私も使っております。ネットバンキングはどうなるのかと言いますと、先ほどの自販機特例は使えません。ここお気をつけください。ですので窓口と同じようにインボイスの保存が必要ということですね。ではどうやってインボイス保存すればいいのでしょうかというね、質問がね聞こえてきそうですけども、このねハガキのサンプル例を引っ張ってきております。こちらどちらの金融機関かと言いますと、三菱 UFJ 銀行さんから持ってきた資料になります。こちら各金融機関でですね、こういった対応しますよっていうのがホームページのお知らせに今載ってることが多いですので、皆さんぜひチェックしてみてください。こういった各種手数料引き落としのお知らせというものが手元に届くか、またダウンロードできるように対応がされているようです。こちら郵送またはダウンロードというふうに記載がありましたけど、各金融機関によってですね、ハガキで発送するっていうところやダウンロードで対応するなどなど分かれてくると思いますので、ここ各金融機関にしっかりと確認の方だけよろしくお願いします。そして私もですね、全ての金融機関がどういった対応するか調べたわけではなく、まあメインの金融機関を調べたところ、ほとんどのね金融機関の方がホームページの方にインボイス対応うちはこうしますよというようなニュースまたはお知らせが記載されておりました。皆さんがビジネスでお使いのこういった金融機関全てについてですね、一体インボイスについてどういった対応がされるのか一度しっかりと調べてチェックするという必要があるかと思います。ネットバンキングの場合はインボイスの保存が必要になります。これは各金融機関からですねダウンロードなりハガキで届くというようなことになっておりまして、こちらのハガキの方がですね、先ほど一番最初に解説した適格請求書の要件をクリアしたものが記載されたものを入手すれば OK ということになります。今解説したように窓口の場合とネットバンキング使った場合はインボイスの保存が必要、 ATM で使った場合はですねインボイス不要、自動販売機特例が使えるっていうことをしっかりと押さえておいてください。それでは次に少し番外編になるんですけども、こちらの例についても一緒にね本日の動画で解説をしたいと思います。こちらになります。取引先から売上の入金があったんだけど支払い手数料を差し引いて振り込まれてるっていう場合、こういったケースね、自分のところもそうだっていうような経営者の方多いんじゃないでしょうか。じゃあこういった時にはどのようなインボイスの対応をすればいいのかということについて、ついでにね動画の方で解説していきたいと思います。こちらの注意点は先ほどと同じですので、ちょっとね一読していただけると助かります。はい、こちらのスライドになります。振込手数料が引かれている場合というのがあるかと思います。これどういったこと
ことかと言いますと、国税庁の図が分かりやすいので持ってきておりますが、振込手数料を差し引いて入金があった場合っていうのがね、あるかと思います。本来でしたら返還インボイスっていうのを交付しなければいけないんですけども、少額な返還インボイスの場合は交付義務は免除になるというルールになっております。こちら当初はこのルールが発表されてなくてですね、いやこれは大変なことになるぞっていうふうに思っていたんですけど、よかったです。少額な返還インボイスは交付義務免除が決定しました。これはですね、値引き等返品等が1万円未満である場合には返還インボイスの交付が不要ですよということになります。ですので振込手数料が引かれている場合、その振込手数料の金額が1万円未満であればですね、この少額インボイスに該当しますので、返還インボイスをわざわざね発行して相手先に、取引先に送らなければいけない、まだもらわなければいけないということはなくなりました。こちらの少額な返還インボイスは会社の規模の制限や期限に制限ありません。使える期間に期限があるわけじゃないので、この点も一緒に、ね、押さえておきましょう。では今ね、この説明を聞いて返還インボイスってどういうもんなんですかと思った方もいるので、次に返還インボイスがどういったものかだけちょっとねちらっと紹介したいと思います。こちらが返還インボイスのサンプル例となります。この適格返還請求書というのはですね、値引きや返品をした場合にこのね適格返還請求書というのを作成して取引先に発行しなければならないということがですね、インボイス制度がスタートして決まったルールになっております。この適格返還請求書に記載する記載事項というのはこちらになります。1番から6番を該当してクリアするような適格返還請求書を出せるように、まあ、発行できるように準備をしておきましょう。しかし先ほど前のスライドで見たように、少額の返還インボイスの場合は今言った返還インボイスは必要ないですよということになっておりますので、その点はご安心ください。ただし1万円未満です。それ以上の金額になりますと返還インボイスはもちろん必要となってきますので、その点もしっかりと押さえておきましょう。はい、それでは本日まとめになります。インボイス制度がスタートしていろんなルールがね変更点が出てきております。かなりややこしいことになっておりますので、しっかりと押さえておきましょう。また前回動画で解説したこの ETC 高速料金のインボイスについてのね取り扱い、以前の動画で解説してますので、ぜひそちらの方も合わせてしっかりと押さえておいてください。はい、そして今回説明したように銀行の手数料関連がねちょっとややこしい難しいことになっておりますので、しっかりと押さえてください。自動販売機特例が使えるということ、それは ATM のみに該当するという点しっかりと押さえましょう。そしてですね、先ほどこの自販機特例、間違いやすいね方いらっしゃるんですけど、自動販売機系だったら全ていけるんじゃないかと思いがちなんですけど、代表的なものはこのジュースを買う時の自動販売機、また今日説明した ATM になります。該当しないもの、また皆さんが間違いやすいものとしての代表例はですね、コインロッカーや駐車場のパーキングはこちらの自動販売機特例該当しませんので、その点しっかりと知っておきましょう。以上のようにこういった必要書類のダウンロードが必要となってきております。この各金融機関へねダウンロードしようと思って行ったものの、このダウンロード期間がね有効期限が切れていたなんてこと、確定申告時期になって慌ててダウンロードしてよくある現象です。必要書類のダウンロードは年内にしっかりとしておきましょう。今回紹介した金融機関振込手数料のみならず、カード明細や携帯電話料金、水道光熱費などなど必要な書類のダウンロードというのを早めにするのが正解です。そしてもう一点、今年の確定申告は早めに取り掛かるようにしましょう。インボイス制度に登録したことによって今年初めて消費税の申告をするって方、とにかくもう年内には経理はね終わっているような状況にしておかないと、なかなか今回の確定申告は辛いと思います。また税務署や税務署の無料相談、また電話窓口等々激込みになることが予想されますので、しっかりと早めに取り掛かって聞きたい質問、確認したいことはですね早めにするとですね、まだ今なら空いております。こういった対応を取るように、特に今年令和5年度の確定申告は意識していきましょう。はい、私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。運営して丸5年が経ちました。オンライン上に税理士を味方につけるということで、24時間ご自分のね好きな時に質問をすることができます。それに対して私がですね文章で返信をしますので、チャットのようなイメージを持っていただけるといいかと思います。 Facebook の非公開グループで運営をしております。メリット、おすすめポイントが4つあります。
まず一つ目、専門家税理士に質問と相談ができるという点になります。二つ目、起業家コミュニティとして皆さんメンバー全員経営者、これから起業するという方ばかりですので、メンバー同士の情報交換ができるということで非常に好評です。三つ目、記事の購読権利がついております。オンラインサロンにですね、平日毎日ビジネスに関する記事を投稿したり、またね、私の税理士の裏話など投稿しております。その記事を購読できる権利がついております。四つ目、定期的にズームサロンを開催しています。ズーム上で私に直接質問することもできますし、メンバーと交流を取ることができるので、この情報交換がズーム上でできるということで非常に好評です。2ヶ月に一遍定期開催してます。こちらの参加権利がついております。以上、おすすめポイント4つになります。詳細はですね、概要欄にリンクから飛べるようになっておりますので、ぜひオンラインサロンの方検討してみてください。参加お待ちしております。はい、私はビジネス書2冊出版しております。どちらも Amazon 版 Kindle 版ありますので、ご贔屓に。そして YouTube チャンネルの登録まだしてないという方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。このね、動画を見てらっしゃる方7割8割が未登録というデータ出ておりますので、まだの方ぜひお願いします。またいいねはね、コメントしていただけると励みになりますので、お願いします。そして各 SNS やっております。ぜひフォローの方よろしくお願いします。こちらもすべてね、概要欄に貼ってあるリットリンクから飛べるようにしてありますので、ぜひ一度チェックしてください。見てください。フォローお待ちしております。はい、というわけで本日の動画も最後まで見ていただいている方、本当にありがとうございます。こういったようにですね、銀行の振込手数料一つとっても、インボイスが保存の場合と不要の場合と2パターンに分かれるっていうようなことになっております。どうしてこんなややこしいことになってしまったのかっていうふうに、私だって税理士もですね、疑問に日々思いながら、日々のね、この業務、顧問先、お客様の経理の方のもですね、サポート、お手伝いをさせていただいております。とにかくルールとして公表されている以上、国税庁がこうだという国のルールだということで公表している以上ですね、私たちはですね、そのルールに従って対応していくしかないという状況になっております。非常にインボイス制度スタートしてややこしくなっておりますし、さらにね、確定申告のハードルが上がってるなんていう風に感じております。一緒に頑張っていきましょう。私もね、引き続き今後自営業がフリーランスの方役立つようなインボイス制度の動画、また経理税金確定申告の動画出し続けますので、ぜひチャンネル登録と引き続きご贔屓によろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。またの YouTube でお会いしましょう。税理士神奈美でした。それではまた。